豊臣秀吉から東の本多忠勝、西の立花宗茂と評され、九州最強の戦国武将である立花宗茂。今回はそんな立花宗茂の生い立ちや人となりがわかるエピソードを交えて紹介していきます。立花宗茂の生い立ちと時代の情勢。立花宗茂は1567年、豊後の国国崎郡筧で大友家の重臣吉弘重政の嫡男として生まれました。後に父である吉弘重政は高橋家の跡目を継いで高橋重胤と改名、跡取りとして育てられた若き立花宗茂も元服後、高橋宗虎へと名を改めました。1570年代に大友家は最盛期を迎えており、豊後の国のみならず肥後国の国北部や肥前の国の一部まで領土を広げています。ところが1578年、薩摩の国を拠点とする島津家と大友家の争いである耳川の戦いが勃発。この戦いの結果、大友家は多くの重臣を失ってしまいます。さらに支配下にあった筑後の国や肥後の国の領主が離反、結果的にはこれらの国を含む九州の大半を島津家が支配下に置き、一方大友家は衰退に向かうのです。立花家養子入り。1581年、突然高橋重胤と同じく大友家の重臣である立花道雪が高橋重胤に対して立花宗茂を養子に欲しいと求めてきました。立花道雪自身に男児がなかったのが理由で、戦国時代において養子をもらうことは特に珍しいことではないのですが、この立花道雪からの申し出は状況が異なります。なぜなら立花宗茂は高橋重胤の嫡男で高橋家を継ぐ人間だからです。高橋重胤は当初立花道雪の申し出を丁重にお断りしました。しかし立花道雪は諦めることなく高橋重胤の元を何度も訪れ、決して引き下がろうとはしなかったのです。最終的には高橋重胤が折れる形で、立花宗茂は立花家の養子となりました。なお高橋家は立花宗茂の弟が引き継ぐこととなります。立花家の一人娘と結婚、そして初陣を果たす。立花宗茂が15歳になると縁談が持ち上がりました。相手は立花道雪の一人娘、立花銀千代。当時13歳の立花銀千代は実質的に立花家を継いでおり、しかも男子と同じ正式な手続きを踏んで家督を継いだとされ、主君である大友家当主大友宗麟が公認しています。結婚にあたってはお互いに好いた上でのことだったのか、政略結婚だったのかは資料に残っていません。2人は結ばれ、この結婚を機に立花宗茂は別姫宗虎と名を改めます。立花宗茂の初陣は第二次太宰府観世音寺の戦いと岩木月氏と筑紫氏との抗争でした。この戦いで立花宗茂は150の兵を率いて敵将一人を倒す活躍を見せます。武勲を挙げた立花宗茂は大友家家臣たちから好感を得ることに成功し、1582年になって立花宗茂は正式に立花姓を名乗り、立花宗虎と改称しました。立花道雪の死後、立花宗茂夫妻は別居へ。1584年、主君である大友宗麟の命により奪われた筑後の国を取り戻すため、立花道雪、高橋重胤らが出陣。立花宗茂はわずか1000人程度の兵と共に立花道雪の居城、立花山城の留守を預かることとなります。この時、立花山城へ攻めてきたのは、秋月胤実率いる約8000人の軍勢で、敵の兵力は立花宗茂軍の倍以上と非常に不利な状況です。それでも兵を分け、城から出ての奇襲や掛け色を用いて敵を混乱させて撃破。立花道雪不在でも立花宗茂が守る立花山城の強さを知らしめました。一方立花道雪と高橋重胤の両軍は島津勢を圧倒して筑後の国のほとんどを奪還しますが、翌年立花道雪が柳川城攻めの最中に病死。なお立花道雪の死後、立花宗茂と立花銀千代の二人は詳しい理由は不明ながら別居状態になったとのことです。離縁にまで至ったのかどうかは伝えられていません。
実費高橋重胤の死と迫り来る島塚の脅威、立花洞雪の死は大友家にとって大きな痛手でした。そして立花洞雪の死を好機と捉えてか、島塚が1586年に3万の兵を率いて大友家が支配する筑前国へ侵攻してきます。高橋陳氏は筑後遠征を中止して岩屋城にて島津軍を迎撃、半月にわたって徹底抗戦しますが、圧倒的な兵力差を埋められず討ち死にしてしまいました。ついで島津の軍勢は立花宗茂が守る立花山城へ向かうこととなります。大友家存続のために出した大友宗麟の決断とは、大友家の力だけではもはや島津の侵攻を食い止められないと思い至った大友宗麟はここで一つの重大な決断を下しました。それは豊臣秀吉への臣従です。1586年大友宗麟は自ら大阪城へ出向いて豊臣秀吉に謁見。大友家が豊臣秀吉の傘下に入ることと引き換えに軍事的支援を懇願します。豊臣秀吉はこの懇願を聞き入れ支援を約束しました。大友家は豊臣秀吉の家臣となることで存続への道を切り開いたのです。豊臣政権下で活躍した立花宗茂、立花山城の留守を預かる立花宗茂は迫り来る島津軍に対して籠城戦を行うこととなります。その間に立花宗茂は籠城している最中にもかかわらず機動力を駆使した遊撃戦術を実行。また降伏するかに見せかけて島津軍の本陣を襲い、敵将を含め数百人を撃つ左高の計と呼ばれる作戦も実行していたとされています。しばらくして豊臣軍が大友家の要請に応える形で九州に渡ると、島津軍は立花山城の包囲を解き、その場から撤退していきました。立花宗茂は到着した豊臣軍に合流して島津討伐軍に加わり、本格的な反撃に転じることになります。最終的には高橋重胤が討ち死にした岩屋城を奪回し、宝満城をも奪回する働きを見せました。苦境にあっても奮戦し、立花宗茂が挙げた武勲は後に豊臣秀吉から高く評価されるのです。九州征伐の功労を称え、立花宗茂は大名に昇格。引き続き立花宗茂は島津討伐軍に属して豊臣秀吉の九州征伐の一助となります。西部戦線に参加すると肥後の国ルートで高場城を攻略し、さらに射水城を守っていた島津忠時を倒し、そして島津忠長と対決して勝利しました。この際立花宗茂は島津支流の移住因子などから人質を取り、反撃できないようにするなどそつのない動きを見せています。結果的に島津家は降伏し、九州征伐は豊臣軍の勝利で幕を閉じました。武勲を立てた立花宗茂は豊臣秀吉より柳川城を根拠地として筑後の国柳川13万2000石を授かります。それだけではなく大友家より分離独立した大名として取り立てられたのです。一介の家臣だった者が後に正式に天下人となる豊臣秀吉から所領を授かって大名にまで出世することは当時ではほとんど例のない出来事。それほど立花宗茂の武勇は優れていたといえます。隣国の一大事、立花宗茂は一向一揆鎮圧に乗り出す。立花宗茂は筑後の国柳川一帯を治め内政に励んでいましたが、すぐに問題が持ち上がりました。所領を授かってわずか1年後の1587年9月、肥後の国で大規模な一向一揆が発生したのです。当時の肥後国はさっさなりまさが豊臣秀吉から授かり国主として着任したばかりだったのですが、一揆の原因はこのさっさなりまさが行った性急な検地とされています。さっさなりまさが豊臣秀吉に援軍を来い、豊臣秀吉の要請により立花宗茂は一向一揆鎮圧に向けさっさなりまさの救援に向かいました。一揆鎮圧のために立花宗茂は弟の高橋宗正と共に市長部隊現代における補給部隊のことを率いて出陣します。実はさっさなりまさの部隊は、
この時兵糧不足でまともに戦える状態ではありませんでした。そのため市長部隊が必要だったのです。立花宗茂は肥後国に入ると幾度となく一騎衆と戦うこととなります。ある戦いで立花宗茂は敵の伏兵を察知、それを逆手に取り兵を3隊に分けて敵を誘い、南関城の将大津山ではの神を討ち取りました。また別の戦いでは飛車掛けという高度な騎馬鉄砲の戦術を駆使し、長野春において宇道島の神を討ち滅ぼします。ここでも数多の武功を挙げながら無事笹方に兵糧を送り届けることに成功したのです。その後は補給を受けて立ち直った笹方と協力、一騎軍を一つ一つ鎮圧していきました。最終的に一騎の首謀者であった城村城の城主熊部近長を攻略し討ち取ることに成功。この一連の戦に関する逸話として、立花宗茂は熊部一族12人と立花一族12人と勝負させ奉仕討ちという形で処刑したと伝えられています。奉仕討ちとは1対1または同人数による果たし合いにより罪人に対して武士らしい名誉ある死を与える処刑方法です。この奉仕討ちでは立花宗茂方も家臣1人を失い、他の11人も手傷を負ったとのこと。ただし罪人が話し討ちに勝ったとしても許されるわけではなく、死罪を免れることはありません。一向一騎鎮圧で大きな成果を上げた立花宗茂は翌年上洛し、地声家侍従という官位を授かりました。それと同時に羽柴の姓を名乗ることを許され、さらに豊臣の姓も貸しされることに。これは事実上豊臣秀吉が立花宗茂を直下の中心として認めた証拠と推認できます。豊臣秀吉の朝鮮出兵に参加し奮戦。その後立花宗茂は豊臣秀吉が橋を発した朝鮮出兵に参加することとなりました。なお朝鮮出兵は厳密には文禄慶長の役と呼びますが、立花宗茂が参加したのは文禄の役の方です。立花宗茂はここでも獅子奮陣の活躍を見せます。掛け屋、おとり部隊と伏兵に対で敵を包囲する釣りの伏せなどの戦法を駆使して朝鮮方の将を討ち取っていきました。時には援軍に駆けつけた民軍と朝鮮軍を同士討ちさせて、その隙に拠点を制圧することもあったとのこと。立花宗茂箱早川高影が率いる隊に配属され、朝鮮方の拠点であると浦井城を攻め落としています。異国での奮戦ぶりは柳川の民からも鬼将軍という異名で称えられました。一説によれば豊臣秀吉は日本武装の優勝たるべしと褒めたたえる文章を送ったとされています。慶長の役では立花宗茂は朝鮮半島での日本水軍の拠点である安骨浦の守備を任されていました。後には戦いにも参加していますが、豊臣秀吉の死によって最終的には朝鮮から撤退することになります。関ヶ原の合戦以降における立花宗茂の挙手。豊臣秀吉の死後、関ヶ原の戦いが勃発。1598年豊臣秀吉が死去すると、石田三成と徳川家康が豊臣政権運営の方針をめぐって対立しました。天下分け目の戦いといわれる関ヶ原の戦いの引き金となる一幕です。豊臣秀吉が生前東の本多忠勝、西の立花宗茂と評していたことを知り、徳川家康は立花宗茂を非常に警戒していました。一説によると徳川家康は立花宗茂が西軍に味方しないようさまざまな工作活動を行っていたとされています。立花宗茂は豊臣秀吉への恩義から西軍に味方する。徳川家康が東軍について勝利すれば法外な恩賞を与えると約束していたのですが、立花宗茂は秀吉に対する恩義を重んじてその誘いを断ったのです。立花宗茂は関ヶ原に向かう前、突如として東軍に寝返った大津城の京極高次と戦うことになります。敵の夜襲を予見し、さらに立花宗茂の家臣である時連れ貞の大活躍により敵将を3人捕獲、内情を抜かせるのに成功しました。そこで得た情報をもとに
立花宗茂は城攻めを行います。この時使用したのが養父立花道雪の発案した弾丸と薬莢である里見。これにより鉄砲の早打ちと連射を可能にした立花宗茂は土塁と竹束を用意させて防御を固めた上、敵めがけて射撃。敵はたまらず鉄砲狭間を閉じてしまいます。これを好機と見た立花宗茂は三の丸から攻め入り、あっという間に本丸を占拠しました。しかしながらこの戦のために立花宗茂は関ヶ原本線には間に合わなかったのです。関ヶ原の戦いでは一日かからずに志軍が総崩れ、実質的に指揮を取っていた石田三成は敗走してしまうこととなります。その後立花宗茂は徹底抗戦を主張。しかし西軍の総大将毛利輝元は動こうとせず、西軍の負けが確定しました。関ヶ原の合戦後、立花宗茂は浪人へ転落。関ヶ原での敗戦を受け、立花宗茂は自分の領地へ撤退。しかしそこで待ち受けていたのは加藤清正らによる包囲網でした。関ヶ原の戦いの後、ほとんどの武将が徳川家康につき、周りの大名が徳川の味方になったため囲まれてしまったのです。立花宗茂は柳川城にて籠城するも、結果的に敵方の説得に応じ解除、敗北を喫してしまいます。解除後は徳川家康の正式な沙汰により改易され、立花宗茂は浪人へと身を移すことになりました。奇跡の大逆転、立花宗茂は給料を回復し大名へ復帰。改易後、立花宗茂の力量を知っている加藤清正などが家臣になるように説得するも、立花宗茂は拒否。わずかなお供を連れて京都へ登り、その後は江戸で暮らしていました。しかし浪人生活から立花宗茂を救った人物がいたのです。それは名僧トンボ切りの使い手として有名な徳川四天王の一人、本多忠勝。本多忠勝は立花宗茂の実力を認めていて、主君である徳川家康に召し抱えるように懇願しました。徳川家康は忠勝の願いを聞き入れ、幕府の御書院番頭に抜擢、五千石を与えています。さらに働きぶりが評価されたのか、その後1万石加増され、道の駒の国棚倉に大名として復帰したのです。これだけでも異例ですが、立花宗茂の返り咲きはこれにとどまりません。豊臣家と徳川家の最後の争いである大阪冬の陣、夏の陣に参戦した際、立花宗茂は豊臣秀頼の参陣がないことなど、豊臣方の動きをいくつか予言して的中させ、徳川方の勝利に大いに貢献しました。その結果、徳川幕府より給料柳川10万9200石を与えられ、本当の意味で大名に返り咲いたのです。いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。